の星印を上にしてスキャン口に通信中だよ。準備 OK。 プロフィールだよ。私には大切な人がいる。その人がより輝けるように力になりたい。これが私の夢であり覚悟なんだ。そしてこの思いが私をさらに輝かせる。そういった覚悟があればきっと素晴らしい輝きを放てるはずさ。なるほど、わかりました。どんな輝きを見せるのか実に興味深いね。楽しみにしているよ。セルフプロデューススタート。このアイカツカードをスキャンするときは裏面の星印を上にしてスキャン口にかざしてね。このアイカツカードをスキャンするときは画面のようにカードの向きを合わせてね。大丈夫。
ゲットしたよ。今回のステージの結果発表。やったー、ステージをクリアしたよ。実に見事なステージだった。文句のつけようがない。さすがだね。やっぱり君は素晴らしいよ。そう言ってもらえると嬉しいです。それにどうやら私の言いたいことをちゃんと理解してくれたようだね。嬉しいな。君と挨拶できて楽しかったよ。またステージの上で会おう。いつもロイヤルソードのドレスを着てくれて感謝するよ。どうだろう、ロイヤルソードのブランドアイドルになってくれないかい。そうか、それは残念だね。ではこれからもアイカツ頑張ってくれ。素敵なドレスをゲットしよう。星を引っ張って上に飛ばしてね。ドレスを選んでね。下画面でドレスをタッチして選んでみよう。カードにするモードを選び、このドレスで決定。アイドルを選んでね。ポーズを選んでね。背景を選んでね。アイカツカードをデコってね。好きなフレームとこれでいい。決定。続けてアイカツカードを変えるよ。アイカツカードを買いたいときは下画面でドレスを選んでね。